はい、こんにちは、パスガードフィットスの白木アマゾン大輔です。前回やった脇差しパスガードはいかがだったでしょうか。今回はですね、この脇差しパスガードを狙おうとするとどうしてもその相手が足を上げて対処してくることってよくあると思うんですよね。まあ、それに対して、有効なパスガードっていうのは両足担ぎ、いわゆる、ダブルアンダーになります。まあ、これはもう今までの動画でもいろいろ紹介してきたんですけど、しっかりこの、ダブルアンダーですね、両足担ぎをしっかり深掘りして、説明していけたらいいなと思いますので、皆さんと一緒にシェアしていきましょう。そしてさらにこれを、知ることによって、脇差しパスガードの理解ができると良いと思っています。では行ってみましょう。 GO!では最初に紹介するのは、本当いわゆる最初の入りとして柔道式、柔道でよく使うパターンなんですけど、これを最初に覚えておくのが重要になってきます。まず、両足担ぎが起こり得るシチュエーションとしては、相手の足が上がっている状態ですね。結構こう上がっている状態で、脇差しっては逆に足が下がっている状態なんですね。なので足が上がっている状態だとどうしてもこの最初の入る前に脇差しを選択してしまうと、要はこれを飛び越えて、いわゆるこの足がこういう状態を持っていけない、持っていかないといけないですね。なので足という関係性上を作ってしまわないといけないので、まず必ず、これを飛び越えるのは結構大変になってしまいます。できたらこれを下に下げるっていう作業が大事になってくるので、まず最初にやることっていうのは、必ず、柔道式の場合は膝を床に、柔道式がつきます。スッとで両手で帯を持って、でこのまま腰を上げて上げます。そしたら膝で立てて、これを戻らない。でこのように必ず自分の体位置っていうのが必ずこう横につくようにしましょう。でこの膝を立てることによって、これが戻らないように、いわゆるフレームを入れる状態を作ってください。実際こう両手で帯を持って上げてるのでこういう状態になります。そしたら残った手はこっちで、この手が、残ってるようでしたらこの手を背中側に通して持って落とすというのが、柔道式、柔道でやる場合はこういうパターンで大体入ってできたら、これを踏んじゃうっていうのは結構この、ニッチもサッチもいかない状態になりますね。相手が足を上げていたら両手で帯を、膝をついてます。柔道式はこのまま持って腰を上げながら持ってきます。で膝で踏みます。でこうやって立てましょう。で今説明上こう顔を上げてるんですが、実際頭っていうのはこの位置にあるとですね、で、受けによってはかなり柔らかくなってるので、こうしっかりつくまで持ってきて、でこの手が取れたらこの手をしっかり持って落とす。あともかなりもう膝でこっちも踏んで腕も脇下から通してるのでかなりこう厳しい状態なってきますね。これが、いわゆる柔道式の入り方です。一連の流れでいくと、という流れが柔道式ですね。特徴としては、手を持って膝をで腕も踏んで、持っていくっていうのが柔道式の大きな流れになってきます。これは覚えておきましょう。最初の導入として、そしていわゆる柔道、柔術ですね。いわゆる基本の形っていうのは、相手足を上げてる状態から入ってくるときは必ず両足担ぎは膝をついてはいけません。これは結構その柔道式で慣れてると両膝を床につけてあげようとするんですけど、これなかなか難しいんですよね。まずやることは相手が足を上げているのでこの状態、そしたら前に入りながらすでに体格の襟を親指側で持ってください。持ったらこう残った右手で腹帯を持って引き上げましょう。で頭は必ず
ここ相手の頭にくっつくグラブで持っていきましょう。でこのまま、骨盤を前に出すようにして落として、この足を、相手の脇の下に持ってきたら終了になります。まあ、これが基本の、両足かつきの形になってきます。反対も一緒で、相手はこの状態上げているので、はい、この時は必ず膝をついていきます。このまま持っていく、手で腹帯を上げて立てましょう。でしっかりプレスをかけたら腰を上げて落とす。落としたらこの足を膝裏に持ってきて押さえる。でこのパスガードの良い点っていうのは、この手がもう、ズボン側に入っているので、要は相手はもうすでにこっち向いてるんですね。相手の背面に対して押さえ込むことができるので、かなりこの次の決め方に、しっかりつなぐことができます。まずこれが柔術式の、基本の両足担ぎの入り方になります。前腕チョークですね。まあ、これはもともとの両足担ぎにこのプレッシャーは必ずかけた方がいいんですけど、前腕チョークだけを抜粋してちょっと説明させていただきます。もちろんこれだけ単品で使うのはありなんで覚えていきましょう。まあ、今のように両足担ぎで持っていた時に必ず腹帯を持って上まで持っていきます。でこの前の段階でもいいんですけど、これをこのこっち側から通した手でしっかり襟をタイトに持って中に入れ込みましょう。で、立てるときは必ず手首を起こしながら自分の肘が相手のここに落とすような感じ持ってきます。持ってきたらここでズボンを持ったままあえてこっち側に落とすようにして体重をかけます。今度前腕チョークいってみます。大事なのはこの肘が床についてしまうともう決まらないんですよ。だから必ず持ってきて立てる、立てたら肘をここに落とすようにして落としましょう。で足が外れなかったらこのまま落とし続ける。そうするともうすでに前腕チョーク入った状態になっています。この状態から中に、はい、で膝で起こしながらこれでも引っ張って親指が中に入るようにしましょう。で必ず襟が立って4本指が入る状態ですね。これこういう状態よくないですね。立ててしっかり手首を起こしましょう。肘がこういう軌道を渡るように床につけましょう。持ってきてこのままで胸を張り下ろしてこのまま、あえて足を落とさないように、これ結構入ってます。体重、全体重を今かけてる感じです。かけながら決める。でこれに付随してパスガードも行くとかなりパスガードにつなぎやすいですね。なので前腕チョークっていうのはもう最初から、セットでパスガードをセットでもうあるものだと思って使うとさらにパスのプレッシャーを上げることができます。で必ず持った手首はこういう風にですね起こしちゃいましょう。持ってきたら襟を持ってタイトにして引き上げて、もうここで落とす。でもしダメだったらこれでもズボン持ってこうやってやる人もいますね。こういう風に2方向膝でここで止めて2方向で締めるっていうやり方もあるので、これ前腕チョークはしっかり覚えて、両足担ぎやってみましょう。はい、では次は足が落ちない場合ですね。これはもうさまざまな方法があるので、まず、1つ目は両足担ぎに行った時に、まあ、この落とそうとしたのでこの人がもう足が残って胸張ってもこういう状態ですね。今落ちないで状態があります。この時必ず大事なのは膝を立てといて、頭は膝の裏にこうプレスしてる状態ですね。これが大事です。この位置をこの人はこの足を戻すことは今できないので、自分の手で左手で頭の後ろをかくようにしてすね前をキャッチ、こういう状態ですね。必ず指がこうかからない、こうやってやらない、これは弱いですね。なので親指と人差し指をくっつけた状態で頭の後ろをかくようにしてすね前をしっかり持ったら
前方向に倒しましょう。そうと、もうすでにこれさっきと同じですね。こういう状態で相手を倒すことができます。こうやって持ってます。手は必ずこういう状態でくっつけてあげるのが理想になってきます。両足担ぎをして、落ちない場合は手で頭を後ろから、これはこの手でこうやって持ってあげます。これ持つともう十字が、十字三角もすべて出てきます。ですから頭の後ろから書くようにしてすねをキャッチして前に倒して落としちゃいましょう。ここまでが大事になりますね。こういう動きを持って頭を落とすようにしてください。で、そして、もう少し柔らかい人がいます。もう本当に軟体な人ですね。もうよくあるとこうベターってくっついちゃってる。例えば本当に柔らかすぎるとこれが手が届かない時あります。これがそうついちゃって手が届かない。こういう時どうするかっていうと、まずは必ずここのお尻が上に上がってる状態を必ずキープしましょう。で、このまま今右のつま先、このつま先を見てください。この右足のつま先を、このつま先をこのプレスは固定したままつま先を寝かせて平行に下がります。平行に下がります。下がるとここに今隙間があるので、この部分、この部分ですね、この部分に隙間がちょっとあります。で、なので下げた瞬間に顎を引いて頭をこの隙間に入れ込んでいく。そうするとパスガードすることができます。まあ、いわゆる体が柔らかい人とかはこのようにして平行移動して頭を入れていくっていう動きをするとうまくパスにつなぐことができます。このまま持っていく。ただもちゃくちゃ柔らかい、落ちない時にこのつま先を、立てていたつま先を寝かせましょう。寝かせて膝はこのままでちょっと下げます。もうすでに顎は引いてます。で、ここに頭を入れ込むようにして同じように下ろして落とした。ここまで持ってくることによって、柔らかい人でもパスガードをすることができますね。ラストもいきます。入れてつま先寝かせて下がって、入れて押さえる。そうすると、パスガードですね。はい、まあ、これはこう実際こう浜崎さんがやった技をそのまま使わせていただくんですけど、両足担ぎをこう来た時に今この手で、ね、骨盤をしてくるじゃないですか。こうしてくるとして結構いけない、いけない。こういう時どうするかっていうと、これこのままこの骨盤を押してるので、例えばこのまま足を内側に切って足上げてこっち側に下抜きする。そうすることによってこの手を解除することができます。できたらこの右膝でこの足も大きく大股で刈り取るようにしていくとパスガードにつなぎやすいですね。このまま持ってきて相手は骨盤ガッと押して、こうやってなかなかいけない最後で、必ずこのままだといけない。ちょっと一回横に流れといて持ったまま足を片足上げといて横から切るという動きをすると、まあ今前腕チョークが入ってるんですけどパスガードしやすいですね。横から当てるようにして、ただこう腰切るだけだとあれなんで、この手に対してグッと押さえてるので一回入れ込んで外してここから当てるようにしてこういう動きですね。こうすることによって、パスガードにつなぎやすいですね。まあ押してくる人もいるって頭に入れておいてください。相手が押してきた、そしたら入れ込んで足入れて下抜きを入れてパスガードするっていうのは結構重要になってきますね。はい、まあ、あとはよくあるのが両足担ぎ来た時に
この段階でこれが上がらなくて、ちょっとこう腰をこう上がらないといけますから、ちょっと上げれない。で、この人はどうするかというと、まあ、振りながらだんだん足回しして、内回ししてこうやって外してくるっていうのがこう防御としてあるんですが、例えばこの段階でできることっていうのは、まあ、持ち上げれなかったらまずこの手持っときましょう、袋で。で、できたら肘は曲げておきましょう、右の肘。で、足を前に立てて、この場合はもし本当は担いで持っていくのがいいんですけど、立ててスイッチです。左足、左の腰下抜きしながら右の肩を一人アームロックするようにして外しましょう。そうするとパスガードすることができます。まあ本当は持ち上げるっていうのが第一条件にあって、もし自分が膝をついていけない時ですね、スイッチ、まあ、いわゆるこうタックルのスイッチと一緒なんですが、この時に持っていけない、そしたらこれを持っておきましょう、袋で持っといて、で足を上げて肩を上げながら下抜きしながら中に入ってパスが、でスイッチの仕様ですね。これをすることによって、しっかりいくことができます。手の動きとしては一人アームロックですね、こういう感じでここを当てながら、で下抜きっていうのはスイッチなので、必ず下抜きをしない方の足っていうのは、ではなくて下抜きをしない方の足、こちらだったらこの足なので、この足を一旦前に出すことによって下抜きが前方方向に動くことができるので、まあ、そこまで意識してやると良いと思います。はい、まあ、今までこう入り方を紹介したのは、まず相手が、オープンガードっていうのは結構重要で、結構足を上に上げてる場合が多かったですね。これはまあ本当この状態から両足担ぎはすごい相性がいいんですよ。じゃあ逆に自分が、入ってしまった場合っていうのは、こういうデラヒーバー、こういう状態になりますね。で、例えばこのデラヒーバーで、まあ、よくあるのが、このままでもそうですし、こちらの右手側でズボンを持ってしまったりとか、例えば大きく担いでしまう、抱えてしまった場合、そちらの広角担ぐ抱えてしまった場合っていうのは、言えるのはこちら側のパスガードって絶対いけません。なのでもうこの時点で、私が得意なこっち側、いわゆる左のクロスに脇差しっていうのは制御がかかってしまったわけです。ここでもう大きくこの軸足を持たれてしまった。まずやることはこっちがいけないっていうのをしっかり分かった上で、デラヒーバー来たらまず外しましょう。足を伸ばして外す、外したら手を下から入れていきましょう。入れながら、そしたらこのまま横から入ります。で、この足を下から持ってちょっとずつ足持っていくと、いわゆる両足担ぎにセットすることができます。考えることは、オープンガードとデラヒーバーからの作りってのはかなり、両足担ぎとしては相性がいい、攻めのパターンになっています。相手がデラヒーバー来たときですね、こういうパターン、これはこの段階だったら足を伸ばせば外れます。で、この手がさらに入ってこないので、こっち持っていくのがポイントです。ただこのまま行くと危ないので、必ず手が下になっているようにして、で、できたらこの先端、今ちょうど僕が肩がアキレス腱入っているんです。この先端をしっかり持っていくように、で、前腕直入れながら立てるとセットしやすいですね。なので必ず、持ってくるときに、膝を伸ばして解除、手を中から入れて、遠くの足に対して親指を入れるっていうのが大事になってきます。この時に持ってきて、そう、このままこっちはいけない、なので伸ばして手を中に入れて持ってきて、で必ず腹を持つ、でこれを必ず上に上げることによってパス圧が上がってくるので、持ってくることを、必ず意識してやってみましょう。はい、あとはちょっと考えてもらうこととして、もう一個大事なのは、片手からでも両足担ぎってのがあります。これ両足担ぎじゃないじゃないかっていうね、ツッコミがあるんですけど、相手の足を両足上げた状態を作るっていうのは
結構大事になってくる。例えば相手が上げていた時に瞬間的にこの手でここですね、相手の真ん中を腹帯をしっかり持った状態、こういう状態を作ってしまいましょう。で、そうすると要は相手のちょうどこの、まあ、ダンベルと一緒で、均等に重りが加わったものを上げやすいんですよね。なのでこのまま上がってる状態からこの真ん中を持つ、でこのままも自分が今尊重してたらこのままいわゆる立ち上がってしまうと簡単に上がります。で膝を合わせてゴローンと返すと回転することができますね。でこのままいわゆる横に回ってこっちまで来るとアドバンテージが出ます。なので、まあ、要は相手を回転させるっていう意味でも考えると良いかなと思います。相手が下になっている時に入りながら必ずこっち持っておきましょう。まあ、だからこの最初の入りでいけなかったらこうなって、自分がまあまあこう尊虚で自分こう体勢さえ、いわゆるスクワットの体勢さえしてれば立ち上がりにこの肘を合わせれば絶対上がります。でこの大事なここに自分の膝を合わせて入ります。でまあ中に入れば、まあ、いわゆるバックも取れるし、横につくことによってアドバンテージを取ることもできます。これ実際私がこの、ワールドマスターの、準決勝でこれで勝った試合があったんですけど、これかなり使えるやり方ですね。相手が下になってきた時に片手のここを入れてここだけ、だからこの瞬間にもちょっと持っとくとですね、ちょっとでも持っとくとやりやすいです。あとは立ち上がり、これ上げてもし上がってきてこのまま別にでもしもう一回逆に行ったら両足担ぎ入るっていうのがあります。あの入る方法として片手でも両足担ぎ入ります。ただこの持ち手を必ず全部の両足担ぎ共通してはいると思うんですけど、ここ持ってる場合もあるんですけど、この片手で持ち上げる場合は相手のセンターライン、センターラインに4本こうやって指が入るように、こう状態ですね、ここにこう指が入るように持っていきましょう。そうすると上げやすいです。もちろんあのスクワット、自分が立ち上がる運動を、まあ、尊虚から立ち上がる運動を使ってさらにこう持ち上げると、まあ、要は背筋も連動するので相手を回転させることが簡単にできますね。はい、例えばまあこのまま今の片手持ち上げから、まあ、これはもう両足担ぎっていう、まあ、一つちょっとあの両足担ぎからちょっと脱線しつつあるんですけど、まあ両足担ぎには変わりはないと思うのでこのまま説明させていただくと、例えばこのまま今の状態で持ち上げてこっちだったら両足担ぎの間こっちに触れてる時は、じゃあこのままこっち側から襟を入れれば、襟を左手で持てばもういわゆるレッグドラッグ、パスガードもつながることができるので、相手の足を上げた時の状態、この相手がこっち側だったらこのこっちでもいいです、こう触れてるときはこのままこっち側に襟を持てばもうこれでこの襟が入ってこっちで持って、親指側からですね入って持ってしまえばもうこれほとんど戻ってもいわゆるレッグドラッグの状態になってます。なのでまあ両足担ぎ片手で持ち上げた状態から持ってくるっていう意味はすごくやりやすいので、必ずこの片手で持ち上げた時に相手の状態ちょっと見れたらいいですよね。回転させるっていう目的でもいいと思います。こっち側だったらこのまま入ればいいし、こっち側だったら中に入ってレッグドラッグでも良いと思います。だからこれは相手のリアクションによって考えていくことだと思います。なのでまあこう片手で持ち上げるっていうのもかなり重要なので、まあ、しっかり覚えていきましょう。でこのいわゆるこの、両足担ぎなんですが、この全部総括して両足担ぎって何がいいかっていうと、同じフィニッシュ状態をたどることになります。じゃあどういうことかというと、両足担ぎをして落ちるとこういう状態になります。大体で大体こういう横に向いていて、この脇がこうなっている状態をたどるようになります。これは大体ほぼ、ゴールはこうなってます。じゃあこの時にこのままフィニッシュを取る場合、まあ、これ共通した両足担ぎのフィニッシュとして覚えておくと良いですね。時は必ず手で頭を抱いておきましょう。抱いて体を脇側にかけるとこの足が軽くなります。軽くなったらこの足を大きく
スライドさせながらこっちまで持ってきましょう。足が長い人でしたら頭持っていわゆる三角締めも行くことができます。例えばこのまま自分が十字に行きたい場合は中に入れた瞬間に膝を立てて相手の膝に合わせましょう。もうこれ結構今入ってます。脇を締めてでこのまま倒れるように行くともうフィニッシュ取ることができます。なので必ず相手が横になってるっていうのは両足担ぎの一点っていうのはこのまま一気にフィニッシュをつなぐことができます。もちろん3秒間キープして、3点が入ることも忘れないでください。こうなってる時っていうのはかなり決めやすいですね。これは全技で共通しています。この状態から落として手で頭先端持ってでまあこういうのを持っておくとですね持って押さえながらこの手を外してこっち持っていく。もうこれでも終わります。立てれば決まるし足中に入れれば三角締めに入るし別にこのままダメだったらマウント取るっていう選択もありです。まあ、要はポジショニングの移動だと思って使う場合もありだしまあそのまま決めるっていうこともありです。まあ私の考えでは決めるっていう流れの中でもダメだったらマウント取るぐらいな感覚で覚えてるんですけどまあダメだったらまた戻ってもいいのでまあこのまま使いやすい技なのでこれは全ての、今日やった全部の技の共通の、フィニッシュとして頭に入れておくと、かなりこう、道場でのスパーリングもうまく、一本取る率が上がるんではないでしょうか。以上が、両足担ぎの、攻め方になります。はい、以上が両足担ぎの、紹介になります。まあ、この技は、まあ、最初の冒頭でもお話ししたんですけど、脇差しとすごい相性がいい技ですね。ただまあこれだけ使ってるとやっぱバレてきて大体足下がってくるんですよね。その時に脇差しと、両足担ぎって、ね、ちょっと極端なんですよね。足が上がってる時は脇差しできないし足が、下がってる時は脇差しができる。逆に言ったら足が上がってる時は両足担ぎできる下がってる時は無理にはできないっていうのが分かると思います。まあ、それも踏まえてこの両足担ぎっていうのを使っていただくと、かなり使いやすいんではないでしょうか。まあ、最初の位置をしっかり覚えることによって、まあ、自分のオリジナルもできるので、まずはね、試してみてください。あとはまあ注意点としては持ち上げてバスターで叩きつけることはちょっとないようにしましょう。これはね道場でもねまあ絶対バスターが OK な道場は一つもないと思います。ですから持ち上げるときに必ず、相手を上げないように必ずこのバスターだけを気をつけてやってください。あとは、まあ、相手が体重軽い時ですね。めちゃくちゃもう女性の方とかもう本当に軽い方とかにやる時は、考えましょう。ちょっとね違う技でやったりとか体重のかけ方とかも調節することによって、お互いね怪我なく練習できると思いますのでよかったら、お試しください。いつもチャンネル、ご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。